ミカちゃん、ゴマちゃん。ね、遊ぼう。何してんだ。ミカちゃん可愛いね。お、来た。来た。よし、行こう。行くぞ。行くぞ、ゴマ。あ、こんにちは。お久しぶりです皆さん。ハピゴマみかんのパパでございます。もうね、めっちゃ期間が空いてすいません。あのですね、まあハピゴマみかんはね、全然全く問題なく過ごしておりまして、まあただね、僕の方がね、まあ病気ではないんですけど、まあ至って健康ではあるんですが、バタバタしてまして、してたかな、今も若干バタなんですけど、それでね、あとね、まあこれは昔から見ていただいてる方はね、すでにご存知だと思うんですけど、僕は暑さに極端に弱いっていうね、もうめちゃくちゃ弱いっていう、まあそれもありつつね、若干こう気温が落ちてきて、ミカ、ハピー、ミカ、ハピー行くぞ、ミカ、おりこ、ハピー行くぞ。さあ、ようやくね、9月真ん中ぐらいからね、今頃にかけてね、涼しくなってきて、今日はたまたまね、クソ天気が良くて、今ちょっと暑いんですけど、ハピちゃん、行くぞ。で、ようやくね、久しぶりの、投稿再開っていう。さあさあ、まあ再開にあたりね、どう一発目何にしようかなと、どういう風景にしようかなとは思ったんですけど、まあもう至ってみんなね元気ですよっていうのと、まあいつも通り過ごしてますよっていう、そんなに、ああミカちゃん、お利口ミカちゃん、ありがとう。目が大変なこと。よし、行くぞ。そうそう、な、話は戻って、投稿一発目ね、何しようかと思ったんですけど、まあほんとね、普通のもう変わりなく元気にやってますよっていう意味も込めてね、もう動画でもよく出てるね、この広いロングリード使ってワンズが楽しめる場所、ここでね、みんな元気だよっていうのをまずはお伝えできればなと思っておりまして、はい、ちょっと、何やってんだあの人は。引っ張られてる、引っ張られてる。ハビちゃん、ハビちゃん、ベビーズはね、行きたい、ハピコはスリスリしたいっつって、今なんか惨劇が起きちゃってるんですけど、まあ、ちょっと待って、ゴマちゃん、ミカちゃん、もう本当にもう、しゃおー、うぅ、ハビちゃんも、ハビちゃんも行きな、よいしょ、おい、あらららら、あらららら、ミカちゃん、まあまあこんな感じでね、でね、まあ、ここ数ヶ月のいつぐらいかな、梅雨ぐらいからかな、投稿ストップしてね、でそこからまあ何があったかっていうね、簡単なサマリーをね、まずはお届けしようかと思うんですけど、まあこれといってね、そんなに変わってはないですけど、ただね、まずね、ハピコとね、みかんさん、この二人にね、ヒートが来まして、ちょうど1ヶ月前ぐらいにママが終わったのかな。ハピ、バック。ハピ、行くぞ。ほいこしこし。で、その前にね、1週間か2週間ずれぐらいで、先にみかさんがヒートが来て、で、その後、ハピコさん、ママが、いいとこ来て。うん。で、その間、ゴマちゃんは、もうあんまり大して変わらず、もう、相変わらずのほほーんと、うん、ヒートって何ですか、僕知りましーんっていう、そんな感じで、過ごしてたんですけど。で、みかんさんもね、2回目のヒートは若干ね、1回目と比べると、重かったっぽいんですけど、でも、とはいえ、まあ、
日々の生活も問題なし、でママがちゃんと処理してくれたりとか自分で処理したりとかな感じで過ごしてたんですね。でママはねもうまあどっちかっていうとミカさんよりママの方が重い感じなのかな。でとはいえね、まあこれといって問題なく、コマミカ行くぞ降りて、コマミカさあさあハピ行くぞ、はい、行くぞ、おい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 だいぶくねくねが上手になってきて、でミカさんもね前のあのヘッポコくねくねと比べるとねだいぶ上達してきてねさあさあね、これなんかね今ミカさんにつけてるハーネスはゴマさんがつけてたやつを流用してね、なんでかっていうとねいつも使ってたハーネスがねミカさんの現物アタックでねすんごいことになって今洗濯中っていうね、うん、まあ感じなんですけど、まああれねほんとねちょっとまあ台の方をね拾わないバカタレはねちょっと勘弁してくれよう、まあねよろしくないかなとは思うんですけどね、まあまあまあそんな感じでね放置してあったね、あちょうど殺しとる、ミカちゃんコロ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 、ミカちゃんコロ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 、あっいった、それでねまあこれ見てもらえばわかると思うんですけど、今ね今こう離れたのがミカちゃん、でこれがハピコとゴマちゃんでね、3人並ぶとねすごいっしょ、団子2人にスリム1人みたいなまあゴマちゃんのことはねゴマ団子っつってね愛嬌を持って呼んでるんですけど、でね皆さんねもう今年もね相当な猛暑だったでしょ、特に今年はエルニーニョがあったから、それで例年よりはるかに温度が上がったっていうそんな残念な夏だったんですけど、ミカちゃん行くよ、ねえこうせっかくコロナがね落ち着いてき始めてねいろいろもんが解除されてね、で一発目の夏だとねこんなクソ暑いと本当やってらんないよねっていう、まあ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 で、まあ暑さに弱いねこの3人のワンズとね、まあ暑さに弱い僕としてはねなるべく無駄な動きはしないようにっていうねそういう風に過ごしてたんですけど、まあ、まあまあ何かっていうと結局ねうちの方だとね最高気温が一番高くって 34. いくつまで行ったのかな、約35度まで行ったのかな、ピッカピッで最低気温の一番高かったのがだいたい29とかまで行ったかな、28とか9とかかな、で一応ね僕の方針としてはねさすがにねまあもちろん日中夏の日中にね散歩するなんて馬鹿げたことはねもうみんなもう一般常識になってると思うんですけど、でこのね3頭の、まあ、この3人のねある程度のマックス温度っていうのを僕がある程度設定してて、やっぱね28度かな、もうそれ超えちゃうともう一瞬でこの子たちやられちゃうから、まあもともとビーグルってダブルコートだからそれは暑いよねっていうでひんやりウェアとか着ててももう頻繁に水かけない限り結局下からの地面の熱とかで結構ワンズ的にはかなり体力消耗すると思うから、一応まあそういう理由もあってねなるべく本当に一番温度が落ちる時間帯、まあ、1日の中でだいたい朝5時とか6時とかやね、ハビちゃんコロ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 、ハビちゃんコロ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 、あでかい、ハビコタンコロコロでけえな、ゴモミカママ殺してるよ、ちょっと待ってて、ママのコロコロで話は途切れましたが、
で、そう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 。で、一応28度をね、もう一番高い基準に、散歩のね、一番最高気温みたいな感じにしてて、だからね、もうとにかく夏は、一番涼しい朝の5時、6時ぐらい、もうここしか行かなかったんですよね、もうあえて。もうだって夜8時とかでも30度とかですからね、そんななんか行けるかっつうの、ほんとね、もう多分ヘロヘロになっちゃうこの人たち。で、そうそうそう、そういう感じなんで、何が言いたいかっていうと、この夏ね、ハピコさんとね、コマさんがしっかりと夏太りしまして、ハピコさんは最高がね 14.8 ぐらいまでいったかな。で、ゴマさんは最高が 15.8 ぐらいまでいっちゃって、で、その割にはね、同じものを食ってても、もう量とか全く同じものを食ってて、みかんさんはね、もう全然、一番最大で12キロぐらいかな。で、今はね、11.5 とか6とかそんぐらいだと思うんですけど、で、まあそれがあってね、あ、こりゃいかんと。で、まあごまちゃんは若干痩せたし、ハビコも若干痩せてきてはいるんですけど、まあまだまだもうちょっと頑張ってダイエットをしないといかんなと、うん、まあまあ秋になってね、こうやって涼しくなり始めて、まあ夏は1日1回だったのが、今はもう1日2回、もちろん基本として、うん、いけるようになってきたんで、これでしっかりと運動してもらって、うん、うまいもん食って、で、自然にゆっくりゆっくり痩せてもらったらいいかなとは思ってましたね。まあ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 、そんな感じのね、まあ、あとはもう一つね、実はね、進展があってね、まあ前回ね、ちょうど今と同じぐらいの時期にこの子たちのためにドッグランを作りますよっつね、なんかそういう DIY をやってたんですけど、まあそれが見事にね、頓挫しまして、撤退しまして、もう2年前ぐらいにね、古民家そこをいろいろやってるね、あ、カピちゃん大丈夫か、やってるね、あららら、もうちょっと、もう散歩行こう、カピちゃん大丈夫か、ちょ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 、ちょ、危ない危ない危ない、よいしょ、よいしょ、よいしょ、行くぞさあさあ、ちょうどね、2年前ぐらいかな、2年半前ぐらいかな、古民家でね、なんか池を作るとかね、なんかそういうやつを動画を投稿してたと思うんですけど、で、ハピコちゃんがなんかいたずらをするっていうね、邪魔ばっかりしてるっていうね、そういう動画も投稿してたんですけど、そこのね、まあ、そこはね、何かっていうと、築100年超えのね、古民家でね、まあもう今は他界しちゃったんだけど、僕のおばあちゃんがね、住んでたところなんですよね。で、そうそう、そこをね、もっと本格的にやり始めようかなと思って、もうね、やり始めて1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、まあとはいえまだ解体がね、完全には終わってないっていうねそんな状況なんですけども、いかんせんね、大変よ、解体とかは本当ね、まあまあまあ、そんな感じでね、とはいえね、この子たちのね、寂しい思いをさせるわけにはいかんので、1日まあ、最大でも3時間ぐらいかな、うん、で、できれば往復で3時間ぐらいっていうね、そういうリミットを決めてね、まあ進めてはいるんでね、まあちょっと日にちがすごいかかるっていうね、残念なことになってるんですけど、みか、行くぞ、まあとはいえね、着実に済ませながら、まあ、いろいろとね、下調べもね、いろいろとしつつ、工具とかも徐々に徐々に、あ、ハビちゃん、ちょっと待って。ハビちゃん。OK、いや。さあ、まあまあ、そんな感じでね、いずれね、まだね、この子たちはね、古民家にはね、上陸してないんですよ。だいぶね、もうほぼほぼ解体もある程度落ち着いてきたから、そろそろこのね、3人をね、ちょっと上陸させて確認してもらおうかなと思ったりもしてるんですよね。まあそれもね、まあ多分10月中だろうな、まあその動画はお届けできるとは思うんですよね。うん。で、まあ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 、ちょっとね、ハピ、
で、まあまあまあ、いろいろとやることもあってね、そういう DIY とかも、あ、カビちゃん、ミカちゃん、そうそう、リコ、ミカ、おいで。そう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 、リコ、ほい。よいしょ、いいでしょ。そう、あるんでね、こう、カビ、まあ、投稿の頻度はね、ちょっと落ちるとは思うんですけど、とはいえね、例えば週に、週1とか週2とかの投稿で、ペースで。まあまあ、そんな感じでね、もう長らくお待たせしすぎたと思うんですが、また、ハビちゃん動画、ハビゴマミカン動画、投稿再開いたします。皆さん、引き続きよろしくお願いします。ということで久しぶりの投稿と近況報告でした。